ジュミさん、そして池田佳代子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマです。早速申し上げます。怖い思いをした経験、出来事、これをちょっとね、まあいろいろあるでしょう、怖い思いのことずっと考えてたんですけど、うん、先に言ってください。私はやっぱりね、あのストーカー、ストーカーですか。やっぱりね、なんか自分がこう家に入ろうとすると、うん、常にもうその人がそこにいてたりする、それ結構ね分からなかったんですけどね、でも考えてみると、なんかそうかなっていう、そういうことを意識しだしてから、やっぱそうだなっていう気がしてね、それからちょっとやっぱりあのすごく怖くなった時ありましたね。最初はなんとなく思ってなかったんですけど、でもなんかよく考えるとちょっと不思議だよなって思い出してからは、やっぱちょっとなんかね、あ、絶対そうだなっていう、感じで、でもあの虫が一番ですよね、やっぱりね。じゃあ何もないんでしょ。そうどれぐらい続いたんですか。はいはい、そうですね、気がついてからはね、それでもなかったですけど、それまでは結構ね鈍感な方なんですよ。あんまり結構鈍感なので、ね、まあそれぐらいの方がええけど、あんまり神経質にビビってしもうてもね、堂々としてりゃまあそれでええかみたいな、まあ、そういう意味ではいい性格やね。そうです、はい、はい、ジュミさんは怖い話。いや、それ以上に怖いのはちょっとあれですけど、仕事が終わって車運転して、でそこの道を曲がればもううちっていうとこだったんですけど、曲がると、パトカーが 5,6 台家の前に止まってて、もうすっごい腰抜けるぐらいびっくりして、わー、家の中なんかあったのかなと思って、で車をとにかくもう置けるとこに置いて急いで行ったんですけど、で玄関開けて入ると何事もなかったように、でパトカーが来てるのも知らないみたいな感じで、だからもう本当すごい怖い思いをその時びっくりしたという、まあびっくりの方ですね。じゃあ、あのジュミさんのお家は全く関係なかった。関係なかった、その前でゴタゴタしてたみたいで、はい、で5台、5、6台来てました。これ結構なあれですよ。ものすごいですよ。なんかもうすごいびっくりして、びっくりするわ。もう刺されてるとかいろんなことがやっぱ悪いことにね考えて、まあ事件が起きたと思うよね、はい。なかなかできない経験ですね、それは。そうなんですよ。いや、どっちもちょっと怖い。本当、ストーカーもね、やっぱりこの我々の職業はそういう、思いをしてる人が結構おられますので、はい。まあ、何事もなくてよかったです。はい、それでは今日の曲を教えてください。ジュミさんから。はい、夏にぴったりの松田聖子さんのスイートメモリーズを聴いてください。あの可愛らしい曲ね、 CM ソングでよく流れてたやつです、ペンギンさんの、ペンギンさんのやつね。はい、かよちゃん。私はですね、8月の14日に、2人でね CD を出しました、はい、でその中に入っているドルチェビータという新曲を、新曲、はい、歌わせていただきます。いや、楽しみやな。それでは歌の方お楽しみください。抱きしめて愛の日差しが偽りに傾く前にドアを閉め時計外したらこの部屋は最後の楽園。のベルを素肌にまとい切なさと踊らせて白い炎のように ドルチェビータもう誰にも邪魔はさ
させない私はあなただけの踊るヒタナドルチェビータ骨までとろけそうな甘いキスをしてかけら なぜ人は抱きしめたがる 窓の外 星が眠るまで この部屋は最後の楽園の波まで魚になるの眠らずに夜明けまであなた見つめていたいドルチェビータつかの私はあなただけの燃えるヒタナドルチェビータこの世に二人きりの夜が終わる日まで。ドルチェビータもう誰にも邪魔はさせない私はあなただけに踊るヒタナドルチェビータ命が震えるほど熱いキスをして